アクション。皆さんこんにちは、文月しのぶです。先日大学時代からの友人線香花火師と2年ぶりに会いましたところ、なんか雰囲気が変わっていました。1つ目、坊主頭をやめて髪が伸びてる。2つ目、会話の節々でつんくさんとか秋元先生とか言わなくなった。3つ目、マルチ商法の勧誘をやらなくなった。しのぶアクション。この番組は NTT 東日本に金を貢いでお送りしております。よろしくどうぞ。改めまして文月しのぶでございます。それでは最初のコーナー行ってみましょう。知りませんのコーナー。このコーナーは知らねえよというシチュエーションを発表していくコーナーです。それでは行ってみましょう。一つ目、先日親族みんなで車で高速道路を走ってたんです。そうしたらカーナビがこう言いました。ポーン、この先交番です。知りません、知りません。知らねえよ、下道の話をするな。高速道路。二つ目、高速道路のパーキングのトイレで半袖半ズボン、その露出してる肌が全部タトゥー入ってる人いたんですよね。もう多分体中タトゥーなんですよ。でそんな人がトイレの鏡の前でずっと体中をかきむしってたんですよね。え、何、タトゥーってかゆいの？かゆいの？知りません、知りません。どういう仕組みなの？タトゥーってどういう仕組みなの？いや、わかんねえよ。もう何がなんだかだよ。3つ目、おい、来たもう毛針じゃ。わかりました、父さん。とりゃーパパパパパ。父さん、ハゲちゃったよー。知りません、知りません。知りませんよ。知るかっつ、そんなわけで以上、知りませんのコーナーでした。続いて、続くのコーナー。このコーナーは大事な決め台詞で番組の締め言葉を叫ぼうというコーナーです。そんなわけでいってみましょう。一つ目、謎はすべて解けた。真犯人はお前かお前だー、どっちかだー。どっちか決まってないじゃんね。解けてないね。はい。二つ目、謎はすべて解けた。真犯人は、もうここにはいない、取り逃がしたー。追いなさい。追いなさいよ。三つ目、謎はすべて解けた。真犯人は、もう警察が連れてったー、先越されたー。存在意義がないダメじゃないの、そんなわけで続くのコーナーでした。難攻不落なしのぶアクションでは何かいろいろとメッセージをお待ちしております。適当に書き込んでいただけたらなんかそのまま読むかもしれません。よろしくお願いします。というわけで今回のしのぶアクション以上でございます。ごきげんよう、さよなら。拳も飛ぶな、あいつそんな仲良くないよ。会計済ますと見せかけバイバイバイ。